キチャンネル読売巨人軍リーグ優勝おめでとうございます。よし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 、当てた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 、優勝予想。そうだよ、2年連続 B クラスから俺優勝予想。じゃあ、あれ先生も、はい、ほんま、はい、一緒です。嘘ばっかり言ってんじゃん。一緒です。一緒、はい、どこですか一緒。私2予想にしちゃった。ああ、じゃあもうほぼ当たりだね。よし、いやね、うん、だパリーグ同様、はい、セリーグも新人監督で、うん、リーグ優勝。本当ですね。ちょっとバタついたけどな、うん、あ、でもやっぱり今年の、うん、もう優勝の、はい、多分 MVP 行くんちゃうかっていうのが菅野、はい、やな。そうですね、やっぱその5年ぶりにキャンプ初日からブルペン入って、うん、でそのね、自分自身の姿勢も見せながらしっかり仕上げて、うん、1年目で最低15勝って言ってたからだ、はい、まあ、ちょリアルではね、うん、まだ13勝なんで、はい、ここ今の段階ではね、行きます行きます、行くよね、はい、うん、行く行く。しかも貯金、うん、今11だからね、すごいですよね、え、こんなにエース復活することあるんだってちょっと思いましたね。しかも戸郷いて、うん、山崎伊織いてからの菅野だから、うん、でかいよな、はい、正直ね、うん、そういった意味で大きかった。やっぱあと大勢がね、うん、まあ、若干中抜けしたけど、はい、1年間まあ、ね、40試合以上投げて、うん、いけたのもやっぱりでかいな、はい、最後バチッといて、うん、でその前がバルドナード、はい、ね、ケラーとかね、うん、船場様、うん、船もバサバサマだね。バサバサマ。バサバサマでかいよ。はい、うん、これ宮城県の蔵王町出身ですから。あ、そうなの。そう。バサバサマ。バサバサマ。でかい。バサバサマでかいよ。なんかあったらバサマだから。はい。新人王かな。え、あんの？あれ持ってんの？持ってんの？バサマさん権利持ってる。え？じゃあバサマやな。バサマ？完全。他いないよね。他は。まあ。抜けてるのはいないよね、まあ、西舘がね、はい、前半おおっと思ったけども、うん、まあ、ちょっと先発転向するのは、はい、ちょっと時間かかるから、うん、すぐは無理だね、はい、正直ね、うん、あとね、井上、はい、ハルト、ハルトね、めちゃくちゃ良くなってる、うん、左で安定感もいいし、うん、ね、この救世主良かったね、良かったです、正直ね、怒られながらも、生まれながら、うん、でグリフィンね、はい、試合作るからね、うん、ちょっと中抜けしたけども、うん、やっぱりね、前半をどうかなと思ったけど、やっぱりこの中盤以降グリフィンね、はい、やっぱね、6人目の男が苦労したな、いなくて、あー先発ね、うん、でもまあそこは試合数がちょっと減ってくることによって、はい、うまくね、ローテーションできたから、うん、まあ、ジャイアンツ的には良かったなって思うところもあるしね、はい、高梨も、うん、あー、うん、よかった、はい、左ね、うん、ちょっと変えてそうな顔してても変えへんぞってね、はい、あー、ましたね、あ、うん、でもそれが生きてよ、はい、この前オースティン敬遠して、うん、マキと勝負してた満塁で、あれ地獄やな、でもピッチャー変えるかと思ったけど、うん、右が泉と平内しかだから、うん、押し出しさよならあるわっちって、うん、でセカンドゴロで、ね、うん、高梨も良かったし、うん、ね、でまあ泉もね、はい、こう移籍してきてね、うん、いい感じだから、泉とケラーの役割も大きかったね、うん、あのオフにこうガッツリ取ったのも良かったかもしれないですね。そうですね、補強して、補強して、うん、で去年8回いなくてね、うん、っていうのもあったけどもね、うん、しっかり、まあ、前半ね、西舘も頑張ったっていうところはあるけどもね、うん、はい、で何気にね、うん、何気に高橋で前半頑張ったな、うん、ったちょっと息切れしたけど ね、うん、でしたね、何気にね、その補強組がね、うん、うん、まあ、そういったところでやっぱりリリーフ陣が熱くなったのも正直大きかったね、うん、そうですね、うん、でまあ戸郷が2桁しっかり勝ってね、はい、山崎よりも2桁しっかり勝って、うん、2桁勝利3人だからね、はい、うん、いるからね、うん、多分山崎よりも10勝はすると思うね、はい、今9勝だからね、うんうんうん、あとはやっぱりお童話ショックを乗り越えた打線やろそうですね、あのもうお童話ショックの時はどうなるかと思ったけど、ね、開幕前にね、うん、救世主ヘル様が来て、うん、はい、ヘル様が、うん、あ、うん、めっちゃ打つでんな、はい、でヘルナンデスが怪我した時に、うん、いやこれもうこのクソ大事な時にと思ったけど、うん、モンテス、浅野、うん、この2人がね、はい、モンテスも外野守ったことないけど守ってるからな、うん、できますっつってね、うん、しかも3割オーバーだからね、はい、打率が、うん、すごい、でまた浅野もいいところで打つしない、うん、去年のドラフト1位、うん、ちょっと坂本が年かな、
うん、あとはやっぱこのサードに行って動くのが少なくなるとキレが鈍るっていう意見もあるんだよね、ショートからだとね、運動量が、足がね、あとショートもね、門脇レギュラーって言ってたけど、もう門脇なのかね、もう分かんなくなってきたね、誰かね。だからまあまだまだここはあれだね。でも吉川の、はい、もう吉川もいいね、確率者、きっちりね、岡本のちょっと打率が低いのが気になるけどね、のポジションもあるからね、はい、忙しいよね。でも今タイトル争いはしてるんじゃないですか。そう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 、ホームラン王争い ね、 ね、うん、で大城がね、はい、ファーストキャッチャーね、併用、今年丸良かったな。あ、そうですね、ヒッチ直してね、ヒッチ直してからいいところでね、でたまに代打の長野ね、たまにいい仕事するから、しっかりね、でたまにお声ね、はい、たまたまのお声ね、あのサムナの、あのサムナのホームランでかいね。でかいですよ、あれが優勝へのキープレイヤー一発だった可能性もあるよね、あの柴田のエラーから。あの試合負けてたらダメだったかもしれないよね、正直ね、あのギリギリのところでね、本当にでかかったですね、で一瞬火があった岡林ね、一瞬火があった、一瞬ね、ここからまたリハビリだからね、あそこら辺また頑張ってもらって、でね、で朝のね、まあ打率は低いけどいいところで打つ、何気にね、だからまあみんなで頑張れたよね、結果的にはね。そうですね、まあ、もうちょっと爆発力欲しいなっていうところはあるけどもね、そしたらもうちょっと圧勝してた可能性もあるけども、まあ、ギリギリっていうところも ね、 そうですね、最後粘り強く勝ち切った、ね、いやでも粘りましたよね、あのもうずーっとダウンだったじゃないですか。もう一周油断したらもう3位4位あるからね、もう連敗したらね、もう B クラスになっちゃうんで、その中踏ん張ってね、粘りましたよ、見事優勝だからさ、はい、こんなに接戦やから、リーグ優勝したからってクライマックスに行けるかどうかちょっと違う話やな。そうですね、クライマックス勝ち上がれるかは分かんないですよね。で下手したらよ、史上初のよ、2位以下同士の日本シリーズもありえるからね。今までないんだよ、ないですね、確かに今までないんだよ。あ、どっちかは必ず1位のチーム。ああ、確かに、ね、パ・リーグも日本ハムが勢いに乗ってね、シーズン終わったし、ね、セ・リーグも団子やからね、まあでもコロナ禍でリーグ優勝勝ちあるね。だってジャイアンツも何年ぶりやねんって話だからね。そうですよね、確かに、阪神でその前、阪でヤクルトだから、ヤクルトか、4年ぶり4年ぶりぐらいかな、2020年入賞します。だから4年ぶりだ、しかもね、しんどすけも新人監督で優勝だからね、しかも B クラスからだからね、一気に飛躍ね、やっぱ戦力補強大きかったね、あと復活とね、いやでもこれ CS 本当に楽しみだね、どこが行くか分かんないですよね、この団子状態だったらね、やっぱジャイアンツがリーグ優勝してくれることによってクライマックスファイナルが東京ドームやから仕事しやすいから、みんなハッピーですからね、去年はね、今シーズンなかなか難しかったですからね、東京の人はもうみんなハッピーっていうね、はい、まあ、ところで、まあ、ジャイアンツのね、4年ぶりの2020年以来の、リーグ優勝、おめでとうございました。